緊張してるよ。だってレッツとガンバの時のライバルチームの監督、そして日本代表の監督だからね。緊張するよ。ライバルとしてこの怖そうな感じ。怖そうではないけど、もうすごい嫌だなっていう。オッケー、俺はいいよ。どうも。すみません。よろしくお願いします。お願いします。なんかすごい。もっとシンプルなやつかな。一応 YouTube のくせにちゃんとしてるなとは言われるんですけど。本当すごい。かっちりとしてなんか。代表監督は初なんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみです。西野さんにとって高校サッカーってどんな思い出があります？高校でやっぱりあの全国大会に出るっていうのがサッカー人生の頂点的な感じで、あの1977年に奥寺さん、そして金田さんとともにブンデスリーガのケルンですか、ケルンの選手たちよりもはるかにうまいよな俺らって、金ちゃんと皆さんこんにちは。本日もですね、素晴らしいゲストが来てくださっております。前サッカー日本代表監督西野朗さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お会いするのはいつでしたっけ？東京オリンピックに向けてのなんかイベントをいくつか一緒にし、そうですね、したよね。あの那須の方に、そうですね、塩原の方に行ってみんなとサッカーやったり、その時じゃない、3年前ぐらいじゃないですか。そうですよね。早速あの西野朗さんのサッカー史を遡って伺っていきたいんですけれども、はい、まず監督になる前の現役時代からちょっとお話伺いたいんですけど、はい、そもそもサッカーを始めたきっかけって何だったんですか？まあ、きっかけってもう環境で始まって、はい、サッカーどころの御三家の裏で生まれたのがもう、まあ、サッカーの虜になるきっかけで、もうそこからまあ自然とやっぱり野球よりも他のスポーツよりもサッカーっていう形で入ってきましたね。あの原山中学校を卒業されて、ええ、その後浦和西高校に入学されるわけですね。これ決め手とかあったんですか？中学校でもまあちょっと評価が高くて、はい、西野どこ行くんだみたいな感じで、はいはい、で当時は浦和南高校っていうあのちょっと前に三冠王を取った、はい、永井さんたちの代でもうサッカーといえば浦和南高校で、当然そういう学校に行くんじゃないかって見られてたんですよ。まあただね、まあ変わってたんですね西野さん自身が坊主にまでして高校でやりたくないってまず思った。もちろんあのサッカーの名門校に入りたい、で将来はまあ日の丸をつけてっていう、まあ、目標があったんで、はい、強いところにいたと思ったんだけど、はい、1年生がみんな坊主で、はいはい、ただグラウンド回ってるだけっていう練習を見に行って、はい、これちょっと違うなって中3の時にあの思ったんですよ、はい、それで、まあ、そこは少し自由校で、うん、校風がね、はい、まあ、そこの高校であればと思ったんで浦和西高校にあの入ったんだけど、練習見に行くと人数は浦和南高校のもう5分の1ぐらいしかいないし、はいはい、まあ、活発でもないし、はい、うわっとは思ったんだけれども、はい、何かが導いてくれたんだろうなって今は思いますよ、やっぱりそういうところで浦和南とか浦和市立高校、はい、こう強豪校を目指して、はいはい、まあ、みんなでこう切磋琢磨して、まあ、最終的には3年生の時に選手権に出れるところまで行ったっていうのが、まあ、その選択は、まあ、間違ってなかったかなと思う。あの西野さんにとって高校サッカーってどんな思い出があります？まあ、今でこそね、はい、あのクラブと学校体育のサッカー、はい、で自分たちの時代はやっぱり高校でやっぱりあの全国大会に出るっていうのがもう一つあのサッカー人生の頂点的な感じで位置づけてたから、そこにあの向かう同級生だとか
こう全員でやっぱりなんか自分の力以外のものをなんか作っていかなきゃいけない、うん、そういうので立ち向かっていかなきゃいけないっていう、うん、まあ、少数制だったからなおさらそういうチームワークっていうのが、まあ、それ原点かなとは思いますよね。その高校サッカー選手権終わった後に早稲田大学に進学されるじゃないですか。でもその早稲田大学のこう在学中に日本代表に選出されるわけですよね。いや高3の時にねもう高3で代表なんですか。そうそう、受験があるから断ったの。そしたらもう協会から怒られて、はい、なんで選ばれたのに来ないんだみたいな感じで、いや当然じゃないかと自分は思うわけはい、大学入んないと大学入んないとサッカーやるらしいと思ったのね。でもその、まあ、日本代表日の丸つけるっていうのは夢だったわけですよね、うん、招集されたというかそれがこう来た時って嬉しかったですか。まず代表っていうのはピンとこなかったんだけど、社会人と一緒になんていうのなんかピンとこないし。当時の日本代表ってどんな選手がいらっしゃったんですか。釜本温太がいた。そう最低その頃 で10から11、12ぐらい違うのよね自分と、はいはい、でも全然全然時代が違う中の一番下にいたから、はい、昔風のなんかこうサッカーに対する姿勢だとかね、はい、本当に厳しいし。厳しそうですよね。本当に厳しいよね。だ上下もすごくあるし、キャンプ行くのももうその頃だってホペールとかいないから、はいはいはい、カモンさんと同部屋になった時があるんだよ最初。そうしたらもうバンテージでこう巻いてるのを、はい、ひたすら夜洗うわけよ、はいはいはい、でこうやって干して、はい、で干し方が悪いとかってカモンさんに言われて、はい、ちゃんと丸めて伸ばして、はい、干すんだみたいな感じで、はい、中本さんは一枚一枚こうやって脱いでって、はい、で俺こうやって拾いながら洗濯とかも自分たちでやってた時代だからね代表が。そういう時代だったんですもんね。そうね、昭和、41年2年3年ぐらいは、はあ、環境に甘えすぎちゃいけないなっていうところは今すごく感じますよ。そういうところから俺はもうまず知ってるからすごいそういう意味でも張ってんだと思うし恵まれてるよなと思う。そうですよね。1977年に奥寺さんそして金田さんとともにこうブンデスリーガのケルンですか、FC ケルンのプロテストを受けにドイツ。プロテストではないですよ。オファーでもなくって練習参加。日本代表が画期的なキャンプを、はい、当時の二宮監督が企画して、はいはい、日本から全員でドイツのデュースブルグっていうデュッセドルフの隣にあるスポーツ州で、はいはいはい、そこにベースキャンプを置いて、はい、そこから各クラブに代表3人ずつ送り込んで2週間後にまた集合して、はい、親善試合をやるっていうすごい画期的な日本代表の強化スケジュールがあって。すごいですねそれ。そこで奥ちゃんと、はい、金ちゃんと3人でケルンに行ったんです。テストではなくてテストではなかったんですね、うん、それでみんなたくましくなってもう感覚はブンデスにの頭になって日本代表がベースキャンプ戻ってきて、まあ技術はそうね一朝一夕にはね伸びてなかったけれども感覚はやっぱりその向こうのヨーロッパの日々クラブでのトレーニングで培われましたね、うん、すごっ。あ、そんなことがあったんですね、うん、知らなかったです。初めてのヨーロッパ遠征だったかもしれない。ちなみにレベルはやっぱり高かったですか。いやそうでもないし自分と金ちゃんは技術的には高い方だと言われてたんで、はいはいはい、ケルンの選手たちよりもはるかにうまいよな俺らとか、はい、金ちゃんとかボール回しやってても全然入ることもないし全然で奥ちゃんはスキル的にはだったんだけど、はい、馬力とあのスプリットでミスをミスともしない
フィジカルでカバーしちゃうみたいなところがあって、はい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 、それがブンデスのあのゲルマン魂と直結したのか、フォワードだったのが、はい、あのウィングバックってサイドのところが起用されて、はい、そしたら奥さんもバンバン馬力で、はい、アップダウン繰り返すわ、それでもうタフに戦うわ、はい、でこっちはあの金ちゃんと一緒に、はい、中盤でなよなよなよってやってる、はい、そういうのもガシャってもう彼らには潰されちゃうのよね。奥ちゃんはやっぱりそういうところで認められて、そう、それで奥ちゃんは翌年行ったのかな。そんなことがあったんですね。あ、そうです。これがもしかしたら西野さんがブンデスでやってた可能性もあった。いやでもね、そう言われてもね、やっぱりこうなんかヨーロッパに憧れはもちろん、はい、あのあるんだけども、到底やっぱりああいうタフな世界で飛び込むっていう感じではなかったね。今はみんなね、やっぱりそういうオファーがあれば。うーん、西野さんはこう日立製作所にこう入社されるじゃないですか、うんうん、これ決め手はあったんですか。走る日立だったのよ。だから自分とはね、はい、ちょっとスタイルがあの確かに違うとは思ってはいた、はい、だけど先輩たちがあの、はい、各年代で日立にこう入っていく、うん、でその流れでというかルートでなんとなくこう決まっていくんですか。ルートもあるし、当時あの今のレッツの前身の三菱重工 の、はい、あのスタイルが必ず1対0で勝つで首位になる三菱が来て、はいはい、確かに強い結果は出てるんだけど、はい、そこなんか面白くないっていうか、はい、まあ、それに対抗する、まあ、スタイルを求めて、うーん、消去法だったかもしれないけどそうなんですね、うん、あの、まあ、プロではない、まあ、セミプロみたいな感じになるんですかね、うん、うん、まあ、その時代にこう選手たちってこう何をこう目指してた、まあ、日本代表とかあると思うんですけど、どういうモチベーションでこうサッカー続けてたんですかね。大卒で5年はサッカー部いいぞ、でも5年経ったら職場戻ってこいっていうのが、これ日立だけではなかったと思うんだけど、大体そのぐらいで職場に戻っていく雰囲気はあって、5年はもう精一杯実業団でやらせてもらおうっていう感じ。あ、じゃあ日本代表に入ってたりするとそれ以降もまあなんとかやれたり、うん、そんなこともないですか。代表もだいたいそういう感じ。そうなんですか。サッカー人生がもうだいたい30手前ぐらいまでで、その後やるっていうのは本当少なかったよね。自分も気づいたら、なぜ自分だけやらせてもらったか分かんないんだけど、はい、35まで出してもらったんだけど、はい、あの85年に日本サッカーリーグタイ記録、あ、8試合連続得点。そうなんですよ。でベストイレブンにも選出、何回かね選ばれたけども、入れ替え戦になるかならないかっていう日立が、はい、危ない時で30の時かな、はい、キャプテンやってるし、はい、でキャプテンとして何を変えたらいいかって思って、はい、でも雰囲気だとかもういろいろやって、いや試行錯誤するんだけど、はい、なかなか向上しないし、俺は点取るしかないなと思って自分で、はいはい、素直にそれを実現すれば、はい、あの結果につながると思って、うん、もう割り切って点を取ることに執着した、それがいつの間にかそういう連続してこうやって、まあチームも少しずつ入れ替え戦からこう脱してくるんだけども、もう俺これ点取ることがチームのためだと思って割り切ってやって点取れちゃうわけですよね。そうだね。西野さんはでも決断してからこう結果出すのが得意な人なんですかね。あまり周りのリスク的なものは感じないのかもしれない。感じないでこうこう思ったことをこう、で後で気づけば、ああこういうなんかいろんなリスクがあったんだと思うぐらいではい、はい、いやこれなんかいろいろな話につながりそうな気がしますね。まあ鈍感力って俺は最近よく言われるんだけど、はい、
はい、岡田に何百回って言われてるんだけど、はいはい、一流の鈍感力持ってますよね言われるぐらい、多分わずかなあの時間で作れるものじゃないから、はい、もうそういう時から培ってきて、はい、こうなんか動かされる中で気にしないでこうスッてこう思ったらトライしてるのが、まあ好転してる方が多いかなっていう感じ。あの90年に現役を引退されるんですよね。決め手は何だったんですか？自分はやっぱりサッカーを本当に好きなんだよね、はい、だから選手でも教える方でも、はい、多分携わっていたいって思うと、うん、教員の道しかなかったんだよ。だから大学時代にも教職取ってるし、はいはい、自分は5年でまあ辞めて地元に帰って教員をやるつもりだから、はい、30の時に先生に相談しに行って、はい、あの母校の、はい、だからまあ教員なんて今そんな甘いもんじゃない、お前が考えてるようなサッカーだけやってればいいのね、放課後やってればいいんじゃないんだ、もっと生活指導はあり、はい、あの進路指導もあり、はい、もう大変なんだぞ、はい、お前が考えてるあの教員像は間違ってる、はい、跳ねられちゃった、へーと思って俺は30の時に、そうそうそう、だからもう、はい、てっきり先生はよしよし俺の後継で、はい、と思いきや、はい、もう突っぱねられちゃったのが、それでもう教員の道がちょっとあれだなと思って、はい、でも運よく35年までがあの埼玉県は採用試験があるんで、 あ、はい、あと5年日立に、まあ、恩返し的にやってれば、はい、もう先生も分かってくれるかなと思って、はい、で35の時に行ったら同じような感じで、まったくそうなんですか、もうさらに厳しく、それでクラブでコーチに入って、そう、それで、ね、2年ぐらいやっ、はい、コーチでやった時に、はい、川淵さんが、はい、あの日立でなんか遊んでるコーチがいるぞみたいな遊んでるコーチが協会にちょっと協力させろみたいな感じで日立に連絡があって、はい、でそれで協会に出向することになった。それがアンダー20の監督の、あ、それがアンダー20の日本代表の監督、そう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 、選手をずっとやられてきて、ちょっとそのコーチでもその期間が短くて監督になられるじゃないですか。何をどうしていいかわからないね、とで、あの94年にアンダー23の代表監督に、この選手たちをなんかもうやっぱり世界に生かしてあげたいなっていう、うん、それだけ。そして28年ぶりの出場となったアトランタオリンピック、これブラジル戦、奇跡奇跡っていうけど、勝てるとしたらそういう状況をどっかに共有してたのかもしれないですよ、うん。